ロイヤルコンセルトヘボー還元楽団。ロイヤルコンセルトヘボー還元楽団。ロイヤルコンセルトヘボー還元楽団。公認フレークコンセルトヘバウオルケストは、オランダ・アムステルダムに本拠を置くオーケトラである。オランダ語における略称はであるが、英語表記のの頭文字を取ってと表記されることもある。球場アムステルダムコンセルトヘボー還元楽団。 コンセルトヘボーとはオランダ語で、コンサートホールを意味する言葉で、アムステルダムに、コンセルトヘボーがオープンした1888年に、コンセルトヘボーの専属オーケストラとして、アムステルムコンセルトヘボー管弦楽団は産声を上げた。ただし、このオーケストラと、ホールとは別法人として運営されている。初代常任指揮者には、ウィレム・ケスが就任。 早々期のコンセルトヘボーの指導にあたった。このオーケストラが一躍世界のスターダムに躍り出たのは24歳でコンセルトヘボーの第二代常任指揮者に就任。その後半世紀にわたってコンセルトヘボーに君臨したウィレム・メンゲルベルクの功績である。メンゲルベルクは厳格なリハーサルをオーケストラに強い、彼の完全なる主兵となるアンサンブルを築いた。 リハルト・シュトラウスは自作の公共誌、英雄の生涯をこのコンビに検定した。また、マーラーもしばしばコンセルトヘボーの式台に立ち、マーラー没後もその弟子の夫をクレンペラーらが1920年に世界で初めてのマーラー音楽祭を催し、コンセルトヘボーのマーラー演奏の偉大な伝統は確立されていった。1945年、 第二次世界大戦が終結すると、メンゲルベルクは大戦中ナチスドイツの占領下にあった、オランダにおける、新独行為、アムステルダムは愚かドイツ占領地でのベルリンフィルなどの、総会にも出演していたを追求されて、オーケストラを追放され、スイスへの亡命を余儀なくされた。メンゲルベルクは二度と式台に立つことはなく、1951年に亡命先で没死した。 メンゲルベルクの後任には、1931年からコンセルトヘボーの指揮者陣に加わり、1938年からメンゲルベルクと並んで主席指揮者を務めていたエドアルト・ファン・ベーヌムが就任。ベーヌムはメンゲルベルクのロマン派的演奏とは対照的な新古典主義的解釈による演奏を心情とする指揮者で、コンセルトヘボーに新風を吹き込んだ。 1959年、健康に恵まれなかったベーヌームがわずか57歳の生涯を閉じると、オランダ人シェフを据えるという不分立に従い、若きオランダ人指揮者ベルナルト・ハイティンクが常任指揮者に抜擢された。しかし、その若さと実力に不安があったため、ベテランのドイツ人指揮者、オイゲン・ヨフフムが補佐として常任指揮者に加わり、変則的な相当体制に入ったが、 1964年には総統体制は解消され、ハイティンク一人が常任指揮者の任に当たることになった。ヨッフムはその後も死の直前まで客演指揮者としてたびたび登場した。1988年創立100周年を迎えたコンセルト平坊は、ベアトリックス女王より、ロイヤル、ケーニンクルーアック、王立の称号を歌詞され、現在の名称。 ロイヤルコンセルトヘボー管弦音楽団に解消され。また、創立100年を機にハイティンクは、常任を退き、イタリア人のリッカルド・シャイが、相当体制時代を除き、オランダ人以外で、初めて常任のポストを手にした。デッカレコードに、ブラームスやマーラーの演奏を残したが、音楽評論家中ノースによると、ハイティンクが、シャイ時代のコンセルトヘボーについて、メンゲルベルク、ベイヌム、 ハイティンクと受け継がれたコンセルトヘボーの伝統の音は失われた。もう戻らないだろうと語ったという。2004年9月からはマリス・ヤンソンスが常任指揮者となっている。また同年に自主制作レーベル、アーコレーベルを設立して全作品作度ハイブリッドで発売を開始している。現在では東欧の優れた奏者が多数入団しているため、イギリスの音楽雑誌、グラモフォンの オーケストラランキングで2位程度の高水準を維持している2008年には1位獲得。同志や日本のレコード芸術誌が発表するオーケストラランキングではベルリンフィル、ウィーンフィルと共に常にベスト3を占め続けている。本場ものが好まれる日本では他の2団体ほど頻繁に招聘されないが重厚さに艶やかさを合わせ持ったサウンドと高い技術は一貫しており、 ドイツ音楽を中心に幅広い適応性を示す団体である。旧オーストリア帝国領内だった東欧と関係が深く純ドイツ風とは異なった伝統を持つウィーンフィルや戦後その持ち味が国際化したベルリンフィルに比べてもゲルマン風サウンドという点では引けを取らない。得意のベートーベンではヨッフム、ハイティング、サバリッシュとスタジオでメンゲルベルク、イヴァンフィッシャーとライブで 公共曲全集を完成している。主席指揮者以外では、マーラー、クレンペラー、ヨッフムのほか、レナード・バーンスタインやキリル・コンドラシン、ジョージセル、カルロ・マリア・ジュリーニがたびたび登場している。またカルロス・スクライバーも客演していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。